目の格納庫をやったぞ。3つ破壊したか。飛ばしすぎるなよスターク。あのな、誰もがド派手に数千年も活躍できるわけじゃないんだよラッパチェル。トニーが寂しがってるみたいよ。そう、こうして一緒に戦ってたのがつい昨日のことのよう。親父ギャグは健在だな。終わりだジョージ、覚悟はいいな。どこまでも楽観的だな。死ぬ時も笑顔なのだろう。アベンジャーズ、僕に続け。敵もガンマ戦の怪物が羨ましいだろうな。アボミネーションがいるけど、あいつはしつけがなってない。ミオラ、黒い霧がガンシップから放出されています。なんだこれは。市民はパニック状態で逃げ惑っています。あの霧の影響なのでしょうか。何か変化を起こしている人もいるようです。信じられない。エイムが壁に攻撃しています。みんな早く逃げろ。キャプテンロジャース、私たちはテリジェンが世界を変えると信じていた。ジョージ、僕たちは過ちを犯した。その名で呼ぶな。ジョージはしくじったが、モードックは違う。これは直せんのだ。もう戻れない。何が言いたい。制御などできないのだよ。ようやく分かった。破壊するほかないのだ。違う、我々の犠牲は記憶に残るだろうな。みんな見ただろう。あの信号灯を狙いましょう。あいつの顔もね。俺が援護する。手を貸す。ハルク、クイーンジェットじゃ最後の送信機までたどり着けない。援護射撃がすごすぎて。僕たちに任せろ。前方の扉が送信機の基部に通じてる。僕はハルクについていく。落ちて死なないようにする。いいと思うわ。ちょっと待って、システムにアクセスしてみる。黄色くなったら破壊するのよ。キャプテンロジャースを殺すな。そうすれば奴らは崩壊する。今のは何言ってるか分かった。おいおい、ハルク、聞いてるんだから言葉遣いには気をつけろ。
過ぎない。かつての仲間がお前を死に追いやったようにな。それは何のために？お前に憧れている連中は俺がみんなのために命を落としたことなど知りよしもないのに。あいつもだいぶ悪役の一人語りが上手くなったもんだ。5年も練習してるもんね。アベンジャーズ変わるお前に似てきたのスターク。後で取りかかる。ジェットパックの奴らが鬱陶しいと思うのは俺だけ？どこかの空飛ぶスーツを思い出すわ。そうに対してなんてことを言う。アベンジャーズと一緒に戦ってるなんて本当信じられない。あと黄色いフォースフィールドの発電機なんて見当たらないぞ。扉のそばに現れるからちょっと待ってて。5年も寝ると人はせっかちになるんだな。我々は皆キャプテンに期待されているのだ。その期待を超えていかねばな。さすが分かってるな。の発電機を開けたわ。キャップ、シールドを破壊して。ありがとう、ナット。防衛シールドが落ちた。ナット、扉の方はどうだ？ハッキングしながら戦うのは大変なのよ。そっちは楽しんでないの？あれが見えるか？あのアダプトイドたち、インヒューマンの能力を持ってるよ。見えてる。あっちはキャップに任せましょう。異性が未来を満ちる。色の時代は終わった。あのジャガイモ頭、まだ喋ってるのか。本気を出すとしよう。いつも本気じゃないの？相手をお願い。扉は任せて。栄養を貸してくれ、ドゲル。何でもいいが、王子をつけよう。今行く。あそこだ。トニー、スーツは大丈夫か？俺がスポッターって言いたいのか？そういう意味じゃない。こっちはスーパーソルジャーじゃないんだ。トニーが一段機に挑戦してる方にかける。私も乗った。特殊剣を行使。
モニカの会社でしょ。キャプテン、ゲートが解除される。入ったぞ、ハルク、相手を頼む。送電室にいる。最後の送信機に電力を送ってるようだ。安全装置を探して。エイムだって修理の時には電源を落としてるはずよ。おかしいよ、インヒューマンたちが全然いない。施設は厳重な警備だった。エイムはそう簡単に諦めないでしょうね。だがエイムはガスで彼らを根絶やしにするかもしれない。安全が確認できないと解放できない。トニー、言い方ってものがあるだろう。そうだな、悪いカマラ。うん、その通りだと思う。信号を止めないと。もう向かってる。援護を続けてくれ。キャプテン、お前はいなかったからな。証言も苦しみも知らないだろう。このような生き方があってはならない。それについては同意ね。かつて人の生死を決めようとする権力者を見てきた。そんな歴史を繰り返してはならない。ならば再びエーデイを繰り返すような真似はよせ。僕もお前もエーデイを経験していないだろう。それも問題だ。登る方法を見つけた。やるしかないな。僕はもうすぐだ。気をつけてキャップ。管制塔からおかしな電磁波が出てる。こんなに簡単なはずがない。やってやれキャップ。こっちが終わったら俺も駆けつける。ベストを尽くそう。こいつらはフェーズが向こうの方にしか攻撃できない。みんな状況は。私、ブラック・ウィドウと一緒に戦ってる。手伝いに集中して。インヒューマンたちが閉じ込められてる場所は分かったよ。今すぐ中央の建物に行かないと。今手が離せない。ジャービスがこの人たちの避難ルートを計算してる。ありがとう。礼はいい。もっと前にやるべきだったことだ。いいじゃないトニー。俺も少しは成長したってブルースに伝えてくれ。お前はすぐそうやって台無しにするな。ストライク。新規の電源はちょうど真上にあるわ。上か。
は3つのコアで電力が賄われてるみたい。あいつらを倒したらユニットを開くターミナルを教えるから。了解。こいつら何体いるんだ。我々は大義名分のために戦っている。数など問題ではない。そうか、問題ありそうだけど。そっちはどう、キャップ。片付けてるところだ。信号が止まる。それでインヒューマンたちを助けられるよ。これで送信は止まっただろう。いや、まだ反応がある。発掘現場からよ、キャップ。エーデイと同じ熱源だ。あの地震を起こした。この壁の向こう側にあるモードックの隠してるものだ。それどころじゃないぞ、キャップ。おい、あいつ乱暴な言葉を使ったぞ。トニー、そんなこと言ってる場合か。分かった、手を貸そうか。ああ、あの機銃をどうにかしてくれ。了解、私も手を貸すぞ。よし、前方で合流しよう。死ね、アベンジャーズ。you
ちを焼くべきだった。信号はおとりだな。タールトンが発信してるんだ。決して止められない進歩の波に抗い、もがき苦しむのか、アベンジャーズよ。何があったのか、奴の顔。たとえ足止めしようとも、私には世界中を覆い尽くすだけの気があるのだ。アベンジャーズ、隔離地帯からこれ以上船を逃がすな。そう、トニー、でもその方がスラッサーを頼んだぞ。その言葉を待ってたんだ。おい、ジョージ、罪もない人を殺すな。いつもの軽口はどうした。無様だな。スラッサーを潰せるかもしれない。
もっと大きな問題があるわ。よし、行くぞ。
せてリーダーを失って崩壊したな。その再現といこうか。どうなった？
ってるの？え、あれ、ちょっと待って。いや、生きてたの？おっと、平気か？うん、大したものだ。頑張ったな。後始末は大変だけどね。よくやった。まったくだ。同感。ほんと大したもんだわ。ありがとう。ちょっと時間をくれないか？何？ずっと君のことを導いてるつもりでいたよ。僕はとにかくお礼を言わないと。ありがとう。一つ頼んでいい？ただいま。30になるまで外出禁止だぞ。はい。よし、行っていいのは学校と。特別な課外活動だけだ。本当？危ぶ。自慢の娘だよ。うん、でもアミーには内緒だぞ。わかった。うん、おいで。食べるものある？もちろん。お腹すいた。最高科学者に選ばれた以上、私は組織内の脆弱な要素を排除します。予期せぬ出来事も目標を見失うこともない。ただひたすら確信に突き進む。エイムは今も未来そのものなのです。クローン、タイムトラベル、可能性は計り知れません。さあ始めましょう。